申し訳ございませんが、お待たせいたしました。こちらの部署がですね、健康の確認をする部署となりまして、ちょっとご対応しかねますので。集団ストーカーいうのは聞いたことないですね。そうですね、はい、あなたは関わってないですね。そうですね、はい、わかりました。証拠人としてこれも動画で上げますからね。はい、あなたはどこの組織ですか？もう一度言ってください。私は、入国者健康確認センターでございます。場所はどこにあるんですか？そうですね、それは企業秘密となって。関係ないです。これは知る権利があります。知る権利があります。どこですかね？関空ですか？申し訳ありません。そういった義務に関しましては、 HCO 入国者健康確認センターのホームページの方へお問い合わせをお願いいたします。わかりました。そこが関与しているということですね。集団ストーカーいうのも聞いたことなく、あなたも関わりがないいうことですね。はい、はい、そうです。おっしゃる通りでございます。わかりました。この声は証言になりますからね。はい。一国だけの問題じゃないですからね、これは。はい。わかりました。かしこまりました。これはいつまで続けるんですか、この茶番を。最終日が12月9日までになりますので、それまではこちらフォローアップ。関空の対応はひどすぎるの分かってます。動画で上げてるんですけど、この前帰ってきた時もひどい対応で動画で上げてるんですけどね。オランダから仕事で帰ってきた時、すべて動画で持ってますからね。もし嘘なら犯罪者です、あなたは。国際的に申し訳ございません。そういったご意見もですね、HCO 入国者健康確認センターの方へお願いします。いや、関係ないです。あなたも関わってます。そうですね、嘘ついてますもん。はい、申し訳ありませんが、謝罪いうことはできないんですか、あなたたちは。ごめんなさい、もう一度よろしいですか。謝罪っていうことはないんですか、あなたたちの。憲法違反ですよ、やってること、あなたたち。すべて。あなた、しょうもない法で振りかざしてるけど、憲法の方が上ですからね。わかってますか？申し訳ありませんが、入国された際にですね、誓約書の方にサインをしていただいていると思うので、それに従って私たちも、こういったご対応させていただいているので、大変ご迷惑をおかけいたしますが、対応よろしくお願いします。サインせんの入れないですよ。強制ですよ、サイン。わかってます？憲法の方が上ですよ。サインとか関係ないですからね。憲法違反ですよ、あなたたちやってること。言論統制も憲法違反ですからね。こんな過度な監視、生活の自由を奪うのも全部あなたたち憲法違反ですからね。こんな巨大組織がやってるから大丈夫や思っても、あなたもそのテロリストの一員ですからね。申し訳ございません。お待ちいただいてもよろしいですか。はい、大変お待たせいたしました。お電話変わりました。恐れ入りますが、私どもの方では入国した際に押さえ入れていただいた誓約書に基づいて。もうまずあなたの名前を言ってください。恐れ入りますが、私ども守秘義務のためお名前をお伝えすることはできません。いや、さっきの人言うてましたよ。私どもは伝えることはできません。じゃあさっきの人言うて、なんであなたが言えないんですか。守秘義務とか関係ないですよ。こっち側は名前言うて、あなたたちが名乗らない犯罪者ですよ、そんな。やましいことがあるから名乗れないんですよ。もしもし。はい。申し訳ございません。ただ、私どものこと、先ほどのものが名乗ったということが、私どもの方でも疑ったことがあります。それは私どもの方で注意いたします。ただ、私どもは、こちら、誓約書に従って、入国された方の健康を確認する部署でございます。ご意見はすべて HCO のホームページから。HCO の責任者は誰ですか、そうしたら。厚生労働省です。厚生労働省の大臣が決めたんですか、これは。
厚生労働省の大臣の判の下、私ども仕事はしております。わかりました。大臣に全責任があるいうことですね。日本に入国してくる来た方に対しての健康管理を、いや僕は言うけど、もう日本だけの体じゃないですからね。あなたたちの犯罪を海外で全て伝えてますからね。私ども犯罪行為は起こり出しておりませんが。集団ストーカーいうのは知らないですか、あなたたち。はい、公務員犯罪知らないですか。恐れ入りますが、私どもそういったものには当たりはしないかと思って存じ上げますが。じゃあなぜ名前名乗れないんですか。それは守秘義務という、守秘義務で。さっきの人は喋ってましたよ。こちらの、それがこちらの手違いだったことは、まずはもう、お詫び申し上げます。ただ、私ども。いや、もう、要するに、大臣に全ての責任があるいうことですね。わかりました。はい。ですので、ご意見の方は、HCO のホームページより、メールもしくはお電話でお願いいたします。わかりました。よろしくお願いいたします。失礼いたします。